ちは、風呂司会の風呂です。今回は前回の引き続きです。自宅でできるホワイトニングの、アメリカ編ランキングその2です。アメリカで人気のある OTC の商品、オーバーザカウンターといいますが、それの商品をウィメンズデーという雑誌の記者が、テスターによって評価したものを、今日はお知らせしていきます。まず今回の第1位ですけど、アクアフレッシュのホワイトトレイ、星が 3.25 だそうです。マウストレイに薬を入れる方法、安全簡単かつ快適なトレイで、3日で白い歯というのが広告です。WD の記者の評価としては、お茶を飲むが歯の色は単黄色のテスターが評価しました。色は初日から白くなったと感じましたが、これを入れている間の45分は全く他のことができない時間になってしまう。使うには1週間このための時間を使わなければならないということで、評価がちょっと若干下がっているみたいです。つまりホームホワイトニングはこれと全く同じですので、ホームホワイトニングの評価がこの人には低かったということだと思います。値段は 31.99 ドル、まあ、ホームホワイトニングやられるよりは安くできるのかなと思います。アクアフレッシュが出しています。続いてオービットホワイトガム、これはガムで歯が白くなると言っている製品です。ガムで赤ワインやコーヒーの後に噛むことで着色を取り、歯を白くします。WD の記者の評価としては、コーヒーの着色により強い方、ホワイトニングが必要なテスターが、使用しました。まあ、かなり、そうですね、本当は重度だということですね。いつものガムより硬いと言いながら2週間使い続けたと。歯の色に変化はあまりないんだが、フレッシュなミントの香りが良いので、使い続ける構造であるということが評価につながっています。値段も 1.19 ドルですから、そんなに高いものではありません。星3つの評価でした。ゴースマイルトゥースホワイトニングシステム、ゴースマイル結構有名な会社なんですけど、ホワイトニング協会ですね、そこの出している、かなりちょっと変わったアンプルが2つある商品です。特許取得のアンプルテクノロジーでアンプルにバイアルを挿入して歯に直接液体をかけると、7日間で白い歯にというのが評価です。WD の記者の評価では、アプリケーションプロセスが使いづらくて挫折したそうです。ただ3日間の使用で歯が少し白くなったようなので、まあ、若干の評価はされたということですが、まあ、89ドルという値段の割には星3つですので、ちょっと寂しい結果かなというふうに思います。続いてリステリンのホワイトニングブラッシュリンスです。リステリンのなんかホワイトニングって書いてある商品ですね。星が 2.6 です。白くする歯磨きの4倍量が入っているので、着色、歯垢、口臭に対抗するとされています。 WDD の記者の評価は、一見シンプルで無害に見えたが口に入れた途端に一変したと。主な美白成分が過酸化水素であるため、初めは口に入れることもできず十分なうがいができなかったと。製品は結果が出るまでの時間を示していないが、2週間後にはほとんど変化がなかったということで、かなり評価が低いです。値段は 5.49 ドル。まあ、過酸化水素直接味を感じたりするとものすごい味がしますので、もしかしたら過酸化水素ではなくて過酸化尿素の場合もありますので、かなり、嫌な感じの味だったんだと思います。続いてレンブラデントのフォームフィットホワイトニングストリプス、これもストリプスですね。5日間で、目に見えて白くなるというのが広告だそうです。WDD の記者の評価は、5から7日間のテスターの評価では最も簡単だったんですが、白さは2段階程度しか白くならずに、ほとんどわからない程度だったということです。7日後には少しだけ改善しましたが、まあ、評価とすれば星の 2.5、 かなり低いものでした。最後の商品です。スーパースマイルプロフェッショナルホワイトニングガム、これは要はガムですし、まあ、結果もあまり白くはなってませんね。シュガーフリーガム、星は1つです。シュガーフリーガムです。息をフレッシュにしながら表面の汚れを取って歯を白くするとしています。記者の評価は、テスターはプロのホワイトニングプロセスを受けた方が、受けたんですけど、それを維持するためのグッズを探していたということです。ガムの使用は簡単だったんですが、数分で味を失い、あまりにも硬くなった、そして味にも何の変化も起こらなかった、歯にも何の変化も起こらなかったということで、星1つ。値段は結構高いですね。まあ、粒が結構いっぱい立ってるのが入ってるということもあるかもしれません。24ドルするそうです。まとめると、アメリカでは市販品でも本当に白くするという効果が強いものが売れているし人気があります。
白くするには過酸化水素以外にはないんだと思います。実際に商品は全て過酸化水素入りのものです。おそらくここでは尿素を使われているかもしれません。まずいので味を感じたり飲み込んでしまうタイプが嫌われていく傾向にあります。日本で販売しているホワイトニング歯磨き粉には全く過酸化水素は入っていません。過酸化水素を使わないで白くするホワイトニング、いわゆるオフィスホワイトニング、当院で使っているオフィスホワイトニング等はかなり優れているものだと、かなり、これを見ても感じました。さらに詳しい情報は群馬ホワイトニング .com を見ていただければ幸いです。